フレンドシップが限界突破した。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。またここに戻されたけどさ、逃げるときは事前にご相談ください。急にいなくなって心配したんだからね。ちょっと骨に来てる、パピルスより。逃げます。ちょ、回復アイテムいっぱい持ってこう。多分それが一番いいと思う。違う違う。アイテムアイテム。バビコ？あ、これ2回分使えるってことか、ちゃんと。へえ、そういうこと。ってことは、見てるだけ？見てるだけじゃないんだけど。買います。何個か買っておこうっと。あ、持ち物いっぱい？じゃあこれでいいや。はい。さーて、挑みますか、パピルスに。よいしょー。移動楽でいいね、これ。さあ、行きましょう。何回でも簡単に脱走できるな。親切設計だわ。さあ、これで多分またパピルスが出てくるから。はい、来たー。また来たの？これは多分俺様のせいだな。俺様がスパゲティを作ってやるなんて言ったせいだ。だから貴様は早く作ってほしくて、会いに来てしまうのだろう。なら仕方がない。パピルさんも腹ペコだ。朝飯前に型をつけてやる。すごいね、ちゃんとなんか毎回セリフが変わるの。しかし今回は私はやっつける気で来たので。ほ。頑張ります。よいしょー。いけるね、これはきっと。ジャンプ頑張ろう。よっ。ほう。ほう。いやー。あ、当たったー。当たったー。なに、間違えてなんだって。上ボタンをもっと長く押してジャンプ頑張ります。よいしょ。ほう。ほう。はっ。はい、オッケー。ヒントをもらったからね。でもスペシャル攻撃はあれでしょ、青いやつでしょ。全然大丈夫や。あー、当たるよねー。ですよねー。よし。相変わらず今でもどこで止めればいいのかちょっとよくわからんけど、当たりましたね。で、これ戻ってくるんやろ。はい、来たー。次の手を考えている。ああ、へい。この超えるやつ好き、結構。スパゲティアっていうんやね、スパゲティを好きな人のこと。あっと、怖い。危なかったー。あはい、当たった。くっそー。いや、しかしダメージは最小限に抑えているはず。あー、1個当たったよー。くっそー。よいしょ。早い早い早い、流れてくるのが早いよ。はい。ふぅ。もう結構減ってきたね。あ、ちょっとそっちからも来るんか。くっそー、ちょっと待って、どう行けばいいのかがわからない。くぅ。もう体力も半分減ったよ。ちょ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 、滞空時間が大事。パピルスはニャハハハとささやいた。ささやくんかい。いけそうな気がするぞ。ほう。いやー、当たった。どうや、いけるんじゃないんすかね、これは。てい。ほっ。あ、当たった。動かないでー。ちょ、そろそろ回復した方が良さそうな気がする。バビコ、バビコを半分食べた。 HP が11回復した。ほっ。よし。あ、その逆パターンちょっ
辛い。ちょっと待って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 、タイミングが難しい。あれは半分だけ余っとんかな、ちゃんと。あ、動いた。頑張って捕まらないようにします、今度は。パピルスはサンドの寒いゲグを思い出して顔をしかめた。なんで急に思い出したの、そこ。それでも貴様を捕まえてお城に連れてかなきゃいけない。私はもう捕まりませんとも。辛い。くっそ、ちょ待ってね。シングルバビコンになるんやね。なるほど。そういうことね。ほうほう。く、俺様は何を考えてるんだ。貴様、さっさと降参しろ。しません。ちょ待って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 。厳しい厳しい、それは。でももうやっつけれそうやん、大丈夫。くらえ、俺様のスペシャル攻撃。なになになに、うおい、それは俺様のスペシャル攻撃じゃないか。おい、そこのアホ犬、聞こえてるのか。その骨もかじるんじゃない。やめろ、何をする気だ。俺様のスペシャル攻撃を返せ。え、仕方ない、こうなったらウルトラかっこいい普通の攻撃を使うしかないな。普通なんやないか。パピルスは普通の攻撃を準備している。絶対かっこよくないやつやん。はぁ、あ、では行くぞ。何の変哲もない通常攻撃。ああ、なるほど。何の変哲もない通常攻撃。でも結構ダメージ受けるよ、私。え、辛いんですけど、ちょっと待って。ちょ、待って、長くない？ちょ、攻撃長い。何？帰ってきた、帰ってきた、帰ってきたって。何？攻撃って書いてる。何、誰？え、つらいつらいつらい、なんか上の方まで伸びてくるんだけど。何これ何これ何の変哲もない通常攻撃ではなかったよ、あれは。何、遅い遅い遅い。で、回復させて。あと2しかないの、私体力。もしかしてまだ来るの。どうだ。はぁ、あ、はぁ、あ、わかったか、貴様に。はぁ、あ、はぁ、あ、俺様は倒せん。見ろ、ブルブル震えているではないか。ではここで偉大なるパプリス様が情けをかけてやろう。人間よ、貴様を逃がしてやるぞ。今なら見逃してやっても良いと言っているのだ。パピルスは逃がしてくれるようだ。いや、こっちのセリフですよね、それ。お、霧が晴れた。にほほほほ。貴様のように貧弱なものすら倒すことができないとは。安泰に呆れられてしまうな。俺様はロイヤルガードなんてなれないし、友達の人数だって増えはしないだろう。友達になろう。え、本当に？俺様ってお友達になってくれるの？お友達。それなら、特別に貴様を許してやってもいいだろう。うひょ、お友達できちゃった。友達が欲しかったら、ダメダメなパトロをやらせて、パトロをすればよかったんだね。人間、貴様はいろんなことを教えてくれた。よってここを通って良いものとする。それと、地上に出る方法だって教えちゃうぞ。このまま進んでいくと洞窟の終わりに着く。そこが都だ。そこにあるバリアを抜ければ外の世界に出られる。バリアは我々を地底の世界に閉じ込めている魔法の封印。こちら側に入るのは簡単だが、外へ出るとなると話は別だ。強い魂を持つ者でないとバリアを抜けることはできない。だが貴様ならできる。だから王様は人間を捕まえようとしているのだ。人間の魂の力でバリアを壊す。そうすれば我々モンスターは地上に戻れるのだ。あ、それともう一つ大事なことを言わされてた。出口にたどり着くには、王様のお城を抜けないといけない。すべてのモンスターを滑る王。彼のことは、誰もが、大好きなんだ。王様はモフモフしてて、すっごくいい人だよ。だからきっと心配ないよ。ドリーマーさん、お家に帰らせてくださいってお願いすれば、バリアのところまで案内してくれるはず。そんなわけで、話が長くなったな。俺様は家に帰って、貴様に頼れる友達として待機しておく。いつでも遊びに来ていいぞ。にゃはははは。どういうこと？人間を捕まえようとしてたんじゃなかったの？王様は。いい人なの？ちょっといまいちよくわからないのだけれど。とりあえず、サンズはどこ行った？サンズは。あ。俺様に会いに戻ってきたな。貴様どうやら本気らしいな。なら貴様をとっておきの場所に連れて行かねばならん。俺様がよく行く場所だ。なになになに？もしかしてあの下の道？上か。違う。なになになに、どこ？俺様の家。なんで一回遠くに行った？な、何あれ、燃えてない？大丈夫？
それは兄ちゃんのペットロックだよ。兄ちゃんはいつも餌やりを忘れるから、俺様がやるはめになる。お決まりのパターンだ。石にチョコスプレーがまぶしてある。石？汚れた靴下だ。メモがたくさんついている。兄ちゃん、靴下拾ってよ。ほーい。拾ってまた同じ場所に戻したら意味ないでしょ？だから、5センチ動かしてどうするの？自分の部屋に持ってって。だから、戻さなくていいから。なんでまだここにあるの？だって、オイラの部屋に戻さなくていいって。もういい。兄ちゃんは家に帰ってきてるのね。あ、俺様の大好きなクイズ番組。え、これはテレビの放送が終わったやつじゃないの？新番組開始までしばらくお待ちください。メタ放送。あれ、いつもはもっと面白いのに。今日の放送はたまたま出来が良くなかった。俺様の趣味が悪いわけじゃないぞ。どういうこと？ジョークの本だ。中を見る？もしかしてこれで勉強してるの？ジョークの本の中に量子物理学の本が入っている。さらに中を見た。量子物理学の本の中に別のジョークの本が入っている。さらに中を見た。別の量子物理学の本が入っている。なんなの？マトリョーシカなの？これ以上見るのはやめた。そこは俺様の部屋だ。家の中を一通り見終わったなら、部屋に入って、仲良しの友達たちもまったりするか？ちょっと待って、まだ見終わってない。入ったらいかんって言うんかと思った。名画だ。人生において何が大切か思い出させてくれる。何が大切なの？わからん。犬の骨？鍵がかかっている。かかっとんや、鍵。何これ？あれは何？この模様のところ。え？びっくりした。そういう感じ。それはゴミ箱だ。いつでもゴミ箱を訪ねてきてね。意味がわからない。グルメの俺様の食料事情に興味があるんだな。美食家の俺様が日頃何を食べているかじっくり詮索してくれ。冷蔵庫の半分はスパゲティと書かれているもので埋まっている。残りの半分にはポテトチップスの空袋が一つ入っている。どういうこと？残りの半分を閉めたん？それが見ろ、流しを高くしてみたんだ。これなら下に骨をたくさん入れられるからな。覗いてみろ。お？犬がいるよ。なに？ズーズーしい犬め、捕まえろ。もう。兄ちゃん、俺その日常に BGM つけるのやめて。どういう状態な？え、なに？怖い怖い怖い。え？え？パペルスの写真だ。なぜか写真の中のスパゲティも腐っている。どういうこと？意味がわからない。てか、ここにパペルスはついてこないの？怖いんですけど。団子は硬くなっている。やがてカビ団子になるのだろう。骨がたくさんあったやつは全部食べられたんかな。ドッグフードサーバーだ。押してみた。犬砂しか出てこなかった。犬砂とは。箱の底に金貨が一枚ある。この茶番はあの金貨が招いたものだろうか。どういうこと？割れたゲームソフトだ。ディスクの破片に自分の姿が映っている。ラジカセは完全に化石になっている。ラジカセなんやこれ。もはやロックしか再生できない。何かの認定書だ。認定は却下され。却下？何度も何度も却下されたようだ。そんな証明書があるの？なんかあれは触れてよいのだろうか。重要書類のようだ。赤いバツマークがついている。却下という意味なのか、それとも宝の場所を示しているのだろうか。え、そういうこと？ロープで補強しようとすればするほど、かえって何もかもがボロボロになってしまったようだ。戦う気力をなくしたようだ。え、なんなんこれ、生き物？怖すぎん？パペルスの写真だ。キーキーキシも音がする。しばらく使われていないようだ。写真？写真なんか使わんくね？これは？扉は開かない。謎の封印がしてある。と思ったがよく見ると封印はかなり雑な作りだ。旅が終わりに近づく頃には自然に取れるだろう。自然に？自然に取れちゃうんすか？どういう状態かわからんけど、なんかちょっと闇を見た気がしたよ。兄ちゃんはいつも外食ばっかりだけど、最近オーブンに何か作ったんだ。見た目はキッシュみたいだったけど、甘くて香ばしい謎のフィリングが詰まってた。すごく変な料理だったよ。でも美味しいんじゃないのそれ。パイじゃない？わからんけど。じゃあ部屋に入る？はい、入ろう。もうなんか意外とまともな部屋。それは貴様への攻撃に使った骨だ。今となってはいい思い出だな。思い出になるの早くね。まるで昨日のことのようだ。実際にはついさっきのことだけど。なんでさらに昔になっとん？俺様はネットで有名人だ。あと12人でフォロワーが、ついに2桁に突入するし、当然有名人に悩まされることもあるぞ。嵐に煽られたりすることもある。ダサいフォントで寒いダジャレを送ってくるやつもいて困ってるんだ。
それはなんだい？なんか、バカにされてるだけじゃない。なんかこれベッド？かっこいいね。それは俺様のベッドだ。いつか地上に出られたら、どこまでも続くハイウェイをドライブしてみたいな。髪を風になびかせ、肌に太陽の光を浴びて。でもそんなのは夢物語。だから寝てる間にドライブするんだ。まあ髪の毛も肌もないもんね。それはアクションフィギュアだ。戦術を考えるとき参考になる。なんでこんなにたくさん持ってるのかって？それはもらったからだ。ぽっちゃりしてて、いつもニコニコしてて、人を驚かすのが好きなやつにな。サンタさん？そう、あいつだ。サンタさんだ。かわいいな。その旗いいでしょ。あんなに海辺で見つけたんだ。海賊？人間の世界から流れ着いたものかな。まあ確かに、どうして人間の旗に生かしたスケルトンが描かれているのかは謎だ。俺様が思うに、きっと人間は、スケルトンの子孫に違いない。にゃははは。子孫っていうかまあ人間の皮剥いだらスケルトンだからね。それは俺様の愛読書だ。こだわる人のパズル制作講座、上級編。その隣の本もお気に入りだぞ。ふわふわうさちゃんといないいないばあ。ということ。最後のページは何度読んでもドキってなる。いや、普通にいないいないばあするだけでしょ？押し入れにお化けはいないよ。これ押し入れなんや。時々俺様が入るだけ。中を覗く？覗きましょう。洋服がきちんと整理整頓されてかけられている。面白みがないな。その、部屋を見終わったなら、そろそろまったりする？うん、しようか。よし、じゃあ、がっつり気合い入れてまったりするぞ。え、なに？戦うの？まったりスタート。どういうこと？どういうこと？では、まったりを始めるとしよう。実は俺様、こういうの初めてで。でも安心して。俺様のモットーは用意周到。図書館でまったり公式ガイドブックを借りてきて、なにそれ？どういうガイドブック？だから絶対楽しい時間になるぞ。じゃあ、早速読んでみよう。ステップ1。コントローラーの X ボタンを押すとまったり用メニューが開きます。まったり用メニュー ?3。なにこれなにこれなにこれ。不評情報満載。それでは次のステップだ。ステップ2。相手を誘いましょう。ね、これ意味がわからないメニューが出てきたんだけど、何釣り上げろ。3。人口。エッグ。犯罪率。何犯罪率。お本。人間。この偉大なるパピリス様は、貴様とまったりするぞ。ほう。本当に？うひょー！ってことは次はステップ3だな。ステップ3。服装には気を使いましょう。何？え、服装に気を使う？貴様が頭に巻いてるそのバンダナは、まさに素敵な服装ではないか。それどころか、貴様はずっと前からすでに素敵な服装をしていた。ということは、まさか、俺様と出会った瞬間からお友達になりたかったのか？かわいいな。何何何？そんな、貴様すべては計画通りということか。友情にかけては俺様より数段上のようだな。なんという凄まじいお友達かは。フレンドシップ。にゃ、にゃはは。そう簡単にやられる俺様ではないわ。なんなんこれ、戦いなん？ピリピリゲージとか出てきたけど。この偉大なるパプリス様が、負けることなどあってはならん。すぐに鼻を沸かしてやる。俺様だって素敵な服装ぐらいできる。何しろ、いつも普段着の下におしゃれ着を重ね着しているのだ。おしゃれ着を上にした方がよくない？いつ誘われてもいいよな。とくと見よ。かわいい。にゃ、どうだ俺様のシークレットスタイル。いいね。なんだと？嘘偽りのない褒め言葉。フレンドシップが上がっていく。ピリピリゲージ消えたね。だが、貴様はこの服のシークレットパワーを理解していない。したがって、貴様が今言ったことは無効だ。フレンドシップ減ったちょっと。どうやらまったりするのはここまでのようだな。それとも貴様に、俺様の秘密は暴けるかな？まあ無理だろう。カーソルを動かして家で調べる。何それ何それ、ちょっと。事件みたいな。なるほど。俺様の上腕二頭筋をハートでなでなでしたいか。ハートでなでなで。無理もない。上腕二頭筋とは、骨しかないけど。このシャツのクールという文字は俺様が自分で書いたものだ。そうなん？覚えておけ。すべての服はこうやって改造できるぞ。ふんふん。俺様の靴に秘密があると。くっくっく。残念ながらそれはシークレットシューズではない。なるほど、底上げはしていないと。俺様の引き締まった足に秘密はない。それは俺様の努力の賜物だ。元からじゃね？手を繋いで答えを聞き出す作戦か。ダメだ。断固拒否する。帽子か。帽子。そう、帽子だ。にゃははは。なにそれ、プレゼント？に、
見つかってしまったのなら仕方があるまい。これはプレゼントだ。貴様のために用意した。かわいいな。何それ？え、スパゲッティ？これがなんだかわかるか？うん、もちろん。スパゲッティ。だと思っただろう。そうだ。しかし貴様は大きな間違いを犯している。ただのスパゲッティではないのだ。なんか知らんけど、私さ、ちょっとすごい逆転裁判しよる気分になるんやけど。職人が丹精込めて、キロタルでじっくり熟成させた後、マスターシェフのパピルスムが料理したもの。人間よ、これでとどめだ。これ以上続けても無意味だ。食べるよ。少し食べた。思わず顔をしかめてしまった。まずいのね。なんとも言えない味がする。なんと情熱的な表情。俺様の手料理がよほど気に入ったのだな。ってことは俺様のことも気に入ったということだな。俺様よりも俺様のことを好きになっちゃったかもってことだな。うわのー。あ、フレンドシップが限界突破した。人間よ、これではっきりした。貴様は俺様に首ったけだ。貴様の言うこと、貴様のやること、みんな俺様を喜ばせるため。人間、俺様も貴様を幸せにしたい。だから今俺様の気持ちを告白しよう。ついに伝える時が来た。この偉大なるパピルス様は、貴様の気持ちは嬉しいが、ちょっと落ち着かないか。貴様はとってもいい奴だ。友達でいられて嬉しい。でも、貴様はまだまだ伸びる子だよ。俺のためじゃなく、自分のためにもっと頑張るべきだ。そうだ。いいこと考えた。俺様のボス、アンダインと友達になればいいよ。もっといろんな人と仲良くした方が、貴様のためになると思うな。よし、貴様とアンダインを友達にしよう。にゃはは。紹介してくれるの？あ、そうだ。今度から俺様に連絡したいときは、この番号に電話してね。電話できるようになった。いつでもかけて。お友達としてね。じゃあ、俺様はもう行くね。いや、自分の部屋でしょ、ここ。どこに行ったの？え？どこ行った？いなくなったんですけど、アンダインのとこ行ったんかな？サンズは相変わらずやし。どういうことやね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。とりあえず、なんだ？アンダインを紹介してくれるのか？なんか上の人っぽかったよね。そのパピルスが言える感じでは。でも、どっか行ったんやけど、パピルス。消えた。